お菊さんだ。次郎右衛門長屋の。こんなところで名を呼ばないでください。お菊さんっておっしゃるんですか。あなた。え、こいつ今名を呼び出したら。長屋で暮らす武家の娘お菊。江戸に惚れた女でもできたのか。俺はこんな身分だから。もう武家でも何でもない。今やクソとかヘとか平気で言えるようになったのでございます。なあ、世界って言葉知ってるか。惚れた女ができたら言ってやんな。俺は世界で一番お前が好きだってな。ほら、こんなことぐらいしかできねえですから。お前が。兄、クソが俺らの食いぶちだよ。あいつらのクソで飯食ってんだよ。だからありがたく頂戴してくんだよ。お菊さんには役割があってね。苦しくも愛おしい日々の中で、声を失ったお菊が見つけた命のぬくもりと小さな恋。いつか字を教えてもらえませんか。世界のお菊。